当社の資源循環型エコ事業は2000年頃より取り組みを始め、その主力事業であるエコバチは部品の共通化など設計段階からリユースを前提に開発することで盤面部品のリユース率 83% 以上を達成しています。エコ事業はリユースを通じて使用・廃棄する部材資源・エネルギーの削減とパチンコホール様に対して廉価かつスピーディーな台の製造から納品の実現等を両立するシステムです。このエコ事業を中心にパチンコホール様や業界団体の協力を得ながら資源循環型社会の実現と地球環境の保全への貢献に邁進してまいります。ユーギングループではスキルアップ支援制度や自己啓発の社内制度を継続的に整備改善し、社員の成長をサポートしたり、各部門に沿った勤務形態やスタイルを導入し、働きやすい環境づくりを行っております。そして社員の中に SDGs への共感と意思を育み、自社の取り組みの意義を理解し推進していくこと、そういった学びや成長の機会を提供し、事業を通じて社員と共に成長していく企業であり続けるための挑戦を積み重ねてまいります。業界団体などと協力して、どねり込み防止対策やリカバリーサポートネットワークの支援など、依存問題に対応し、健全化に向けての啓蒙活動や施策を実施しております。また現在のパチンコホールでは換気、運営、清掃を徹底しており、誰でも安心して過ごせる清潔な環境を維持、そして人が集まる憩いの場として福祉や地域貢献活動など地域に必要とされる場としての提供を目指しております。当社の CSR 活動微笑みサポートプロジェクトは、震災被災地の復興支援をはじめ、さまざまな地域、社会で笑顔につながるようにと取り組んでまいりました。この微笑みサポートプロジェクトに込めた思いは、SDGs が掲げる誰一人取り残さないという理念と親和性が非常に高いと考えており、これからも世界を笑顔にするため、新たな挑戦を続けてまいります。ユーギングループ、微笑みサポートプロジェクト。